すごい。あ、富士山こんな見えんだ。正面もこの滴る滝が。ここにも発電所の設備がありまして、日本有数の観光地箱根。今回は登山者はもちろん観光でも楽しめる周回ルートを実況します。まずは箱根登山鉄道の宮ノ下駅、また車の方は宮ノ下駐車場に駐車しスタート。喧騒を離れ国道1号線から下っていくと堂ヶ島渓谷にたどり着きます。早川の雄大な流れを横目に歩を進め、明星ヶ岳を目指します。明星ヶ岳は登山者が通り過ぎる景色のない山。しかし今回のルートには箱根外輪山と富士山の大絶景が楽しめるスポットが登場します。にぎわいのすぐ近くの堂ヶ島渓谷と登山者にスルーされる明星ヶ岳、この2つを踏破し再び宮ノ下へ帰ってくる周回ルートは箱根に残された最後のレアルートかもしれません。観光として堂ヶ島渓谷の周回散策だけなら1時間もあれば十分。今回のルートを全て踏破しても4時間 7.2 キロ、累計標高差も720メートルほどなので登山初心者でも大丈夫。危険箇所もなくルートに迷うところはありません。この機会に隠された箱根の秘境と展望をその目で確かめてみてはいかがでしょうか。登山経験者でも納得の楽しさがもたらされると思います。ではスタートです。はい、おはようございます。箱根です。はい、宮ノ下ですね。有名といえば有名なんだけど、明星ヶ岳行きたいと思います。こっち下ってきます。はい、では行きましょう。はい、駅からスタートしましたけども、車の方も来れるということで、宮ノ下の駅を降りた国道1号線ちょっと行った先にですね、町営の駐車場があります。ここ入れていただければ帰り国道帰ってくれるので、ということで国道1号線出ましたんで、こう左行きます。で、右手にね、観光協会、郵便局越しましてずっと渡りまして、これを右のちょうどね、この箱根町観光自動車の右側に下っていきます。地図をぶつかんで左へ回りましょう。ね、堂ヶ島渓谷、これをまず経由していきます。箱根の秘境です。わざわざ行かないといけない。まあここからもう細くなるので車は入れません。ここら辺は昔旅館がいっぱい建ってましてですね、このすぐ横に旅館専用のケーブルカーがあったぐらいで、4人乗りぐらいのケーブルカーも撤去されましてですね、歩くでしか行けないとなってます。で、降りてきまして砂利道出ました。ここにね、滝がありまして、神社の鳥居がありまして、ここ入れたんですけど、入れない。あったホテル、うん、そう、入れない。正面の橋を渡って本格的に渓流に入っていきます。ここからね、堂ヶ島渓谷入ってきますが、そして左はこんな感じです。正面まっすぐ行くとですね、無双礎石の木があります。無双礎石だですが、こっちはもう通行止めなので、書いてあるのは無双国士見てます。うん、これはないんで、ここを左行きます。はい、ここからね、ちょっと普通の山道になってます。宮ノ下に利休っていうバカ高いホテルがありまして、そこに泊まると眼下がこの渓流が見えるんですけど、まああそこ泊まる人はここ来ないでしょうから。ハイキング、まあハイキングにちょうどいいじゃないですかね。このルートの先ですね、川辺に出れるところも出てきますし、とても涼しい風が肌を撫でます。昔食事行ってたんですけど、金折になってまして、高まくになってます。高まくは食後だけだったと思いました。堂ヶ島渓谷だけで
ハイキングした場合1時間ぐらいで大体終わっちゃいます。そのくらいの距離ですね。これで高牧終了じゃないかと思います。はい、看板はねしっかりついてるんで、舐めてかかると結構これ登り下ありますよ。まあいくらでもないんですけど、観光気分で来るとえって感じかもしれないね。しばらくしまして、ここにね堰というかね、あの水路がありまして、門がありまして、ここら辺あたりから先が川のすごく近くを歩くような形になります。よし、用水路の堰をねぐるっと巻くように道が作ってありまして、奥にねティンクとかあるんですけど、ああいうところ基本的に入らないでください。ここから入っていくとちょっと危険です。道迷いします。脈々と水が流れています。割と前半はですね、上り下りのある道で、半分から先は割と平たい淡々とした道が続きます。今ね、はい、まっすぐ行ってください。これは右行っちゃダメですよ。右東屋ありますけど、まっすぐ行ってください。右昔ずっとぐるっと回れたんですけど、今通れないんで。ちょ、これが前傾になっておりまして、今この辺ですね。ここ発電所の横なんですよ。川区の発電所の横なんですよ。休憩所がありまして、ベンチがあります。一応正面がね、明星ヶ岳、今日行くやつなんですけど、涼やかに休めるということ で、この遊歩道はですね、この発電所用に作った道で、たまたま、まあ使えるから皆さん通ってくださいってことなんで。そしてまたここ階段です。はい、ここら辺でね、渓谷沿いに入っていきます。割と近くまで入れるんで、気になる方は行ってみてください。映像は今こんな感じで流します。ここにも発電所の設備がありまして、堰が設けられています。その脇をね上がってくると思います。設備の端っこね、ここから登っていきます。ずっと道が行きます。分岐ありまして、今こっち左側の方を道取って橋渡ってます。左の方が分かりやすいので、いくらも距離違わないので、こちらで行きましょう。はい、で下にね、道ヶ島渓谷の水面が見えてます。すごいですね、崩れたんでしょうね。そこでね、車道に一回出るまでこんな感じで上がってます。右に滝がありまして、ここかなり水が立ってるんで、トレッキングブーツご持参ください。正面もの滴る滝が、この水は飲めませんと書いてあります。はい、これでね車道に出ます。はい、これを左行きます。ただいまここへ来ました。今ここ来まして、こう Y の字にこう分かるような形になってますが、これを右鋭角へ戻るように上がります。でここ多分縦看板すごく
明星畑出ましたね。しばらく車道上がります。あれが明星畑でございますね。ここでね、道と合流しますが、無視してます、すべて。まあこの辺止めてピストンって人もいるんでしょうけどね。ここでね、そこに駐車場があります。ここで看板があります。行ってこれを右に上がってきます。登山道を入りまして、まあ一般的な骨の道っていう感じですね。左のね、正面見えるのはね、浅間山、湯坂寺一帯頂点ですね。で、ここで分岐ですけどね、右に行きます。で、左から来れるようになってますが、これも道書いてないんで結構怪しい道ですね。昔は通れた。登山道淡々と登っておりますが、特に変わり映えのしない樹林帯を登っております。次のとりあえず目的地は大文字焼きあるところの景色がよく見えるところですね。もうじき大文字焼きの展望台に着くと思いますけどね、登りペットでなかなか行き切らせますね。はい、登山道入ってほぼ一本道ずっと歩いてきまして、ここで大文字焼きやるね、広場に出ます。ここがボーンと、おすごい、あ、富士山こんな見えんだ。いやほらすごいでしょこれ。大涌谷もよく見える。文字焼きの台の横棒のところ歩いてますけどね、素晴らしいですね。後ろにとか右奥に明神ヶ岳があるんですけど、明神ヶ岳以外の箱根ガーデンの主なの全部で見えますね。一番目が金時山、丸岳、その奥富士山、そしてこう行ってこっち行って正面が駒ヶ岳に双子山、ね、千元さん全部見えます。すごいね。はい、じゃあこちら行ってみます。いや素晴らしいですねこの景色。朝の回廊になりましたね。箱根特有の。もうじきですね、明神ヶ岳と湯本の方ですね、登山道にぶつかります。このルート意外と馬鹿できないけど、
いいな、このルート。電車バスの人はただ降りたとこからバス乗ってそのまま下っちゃったっていうのはね、宮の下も戻んなくたってさ、いや、これね、まっすぐで宮城野まで降りるより吊り橋渡って鬼怒温泉から行った方が東京名だったらいいね。これは箱根はちょっとアピール失敗してんじゃないか。これ明神はちょっと頑張んないといけないでしょ。あれ金時だけだったらさ、三茶あんな感じだし、右に行くと湯本の方、湯本の遠野見の方です。左は明神ヶ岳が下ってくるルートです。ここはまただだっ広い、また広い。これでね、ずっと湯本の方まで降りていけるんですけど、二股分かれてる。右湯本行きます。左方行って明星ヶ岳、ここが明星ヶ岳でございます。ここが山頂なのっていう感じ。まあこの祠の上が山頂なんでしょうね。明星ヶ岳、924m。 皆さんね、ここ通って明星ヶ岳、何これって言って、みんなここ見ないで行っちゃう。ぜひ今日の途中を、わざわざそこに行っていただきたい。あそこでね、あのなんか立ち食いしてもいいと思う、ね、いいし、あのこの道通ってきた人はわざわざあそこを下ってまた登ってくるのが嫌だなって行かないんですよ。遠野峰下らないで、あっちへ下ってほしい。宮城野とか宮の下方面行けますからね。はい、なんとかくさでしょ。なんとかくさでしょ。なんとかバタじゃないと思う。なんとかくさだと思う。虫たちがいっぱい蜜を吸いに来てる。こっちは明星ヶ岳、明神ヶ岳行きますけど、ここだけで今日いいと思います。十分満足できると思いますよ。はい、戻ってきましたね。ここが一番ね、ヘリッコにいます。今度ね、今年の夏、富士山の頭がよく見えてきて、あんまり何日もなかったんですけどね、今日よく見えてますね。だいぶ降りてまいりました。分岐があると思われます。車道と登山道が交わるところの口まで戻ってきております。宮城の方ですね。行きます。はい、老人ホームのところ来たんでね、ここまたV の字に折り返すように風が出てきましたね。はい、じゃあここからまた入ります。ここにね、標識があります。はい、渓谷沿いをずっとね歩きますと、正面に吊り橋が見えます。はい、で渡ってきます。今3名入手してください。国道100何号線かな、鬼怒温泉の道、小田原方面、御殿場方面バス乗ります。ただ小田原方面は宮の下から乗った方が本数が多いんでおすすめですよね。
上がり口すぐのところに関連っていうね、大正時代の建物のね、日帰り温泉があります。予約制ですけど、昔はお医者さんだったんですね。津川を渡ります。これ下に見えますね、東賀島渓谷ね。正面にね、海上畑が見えます。宮の下に入ってまいりました。藤屋というもね、改装ありました。このね、太閤の湯っていうのも日帰り入れますけど、シャワーとかないんで、シャワーじゃないんで、ガランとかもないんで、体洗えない、浸かるだけですね。お疲れ様でした。ここはね、宮の下の町営の駐車場、30分無料ですけど、それ以上はかかりますが、お安いのでここへ泊めてください。はい、バス停もあります。で、どうでしたか。久しぶりに箱根に来ましたが、お天気も良くて楽しかったです。ルートは分かりやすくて、どなたでも来られる道だと思います。はい、ということでね、皆さんね、明星ヶ岳ね、明神ヶ岳の会とかでね、山頂を素通りして、こんな山何もないじゃんって思ってますが、実はどっこい、みんな行かないそこに今日は行ってまいりました。道ヶ島渓谷もね、わざわざ行かないといけないところなんで、合わせて行っていただけたらと思います。じゃあまた次の動画お願いします。じゃあねー。